なるほど。キスに打たれて。はい、こんにちは、劇団スカッシュでーす。はい、僕は株に手を出し始めまして。株？はい。で、その上がり下がりがあるよ。はい、その見るっていうやつ。FX みたいなやつですか？そうそうそうです。へえ。嘘です。株やってる人が結構再生回数あったりするじゃないですか。そうですね、ラファエルさんなんですけど。今日もまた、今日もまたツイッターに皆さんからもらった、はい、簡単にできて再生回数が取れやすい、なるほど、もう本当に用意してほしいのはこれとこれだけ。なんでしょう。カステラと牛乳。カステラと牛乳125円かな。125円と、こっちはもう分かんない、家にあるやつで。家にただではないです。その主婦層を狙ってる俺としては、なるほど、その3時のおやつなんか刺激欲しいな。うん、ね、やっぱね、主婦層はちょっと刺激足りなくなってきてるんで。食べ物でってことですか。そうそう、甘いから。甘いから。あ、なるほど。そう、甘いから刺激あるよっていうだけで。なるほど、珍しい甘いもの。そんなに求めないでもね。なんか刺激あるんですかみたいな、そんな求めないです。俺はね、もう別に主婦でもないし、学生でもないから、俺はやらないけど、これ一人だったらね。やらないんですか。冷凍させなきゃいけないの。2、3時間冷凍がちょっと俺だるいから。おいしかったらやってみるかもしれない。なるほど。ほら、これカステラ美味しそうですね。やっぱカステラって、カステラです。ちっちゃい子もでも好きだと思いますよ。カステラ好きだよね。和菓子、洋菓子。カステラ洋菓子じゃない。洋菓子カスティーラって言ってたじゃん、昔。みんな、いや、長崎の人はカステイラって言ってたでしょ。で、あれでしょ、千の利休だけがなんかお茶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 言ってたんでしょ。他の人はみんなカステイラって言ってる時にさ、千の利休だけが、達也さんの歴史観を誰かに正してほしいな。千の利休だけがさ、狭い部屋でさ、縮まって縮まって、茶室なんですよ、あれは。趣きがあるんですよ。狭い部屋で。わびもさびもあそこにあったんですよ、昔は。それでこの牛乳を、牛乳を浸していくんですけど、ここに染み込ませないといけないんで、はい、ゆっくりやってくださいと。ゆっくりと、一気にいっちゃうと、やっぱ染みた、なかなか染みないんでね。ちょっとこっちからいっちゃうな。こっちから行かせよう。なるほど。カステイラの、はい、下からちょっと牛乳が漏れ出てくるぐらいまでは、ちょっとやってくださいと。こうしたら、これをラッピングしていきます。ラッピングすると、ラッピングされたものをもらうとさ、嬉しいよ、ね、嬉しい。何入ってんだろうと思ってさ、これでラッピングしたものを、はい、2、3時間冷凍します。そこがうまいんですよね。そこうまいんですよ。だからうまく取んないともったいないじゃないですか。ここもったいない。また牛乳を浸していくと、豪快に、ちょっと気持ちいい。すごい重みが、はい、重みがあるんで、これをちょっと冷凍庫に 2,3、はい、時間入れていきたいと思います。なるほど。で、これです。ここに 2,3 時間凍らすと。それでは待っていてください。はい。どうせ千年もない。2時間半ぐらい経ったということで、まあ大体これでいいんじゃないかと。どうせ大して変わんないだろ。たかたか牛乳よ。見た目がね、なんかまあ綺麗。ああ、しっとりした感じ。うん、なるほど。ちょっと食べてみます。はい。ん？ん？けんちゃん、はい、俺はあんまり好きじゃないけど、美味しいっていう、美味しい感じは分かる。そう、これが好きな人は、はい、いると思う。いると思う。で、さらに言うと、もうちょっと凍らした方が、なんつうんだろう、プリン。なるほど、なるほど。しっとりケーキみたいな感じになる。そう、ちょっと牛乳浸しすぎたのか、なんかちょっとびちょびちょものがあんまり俺好きじゃないな。はいはいはい。冷たしっとり。なあ、俺はでも割と好きですよ。え、いると思う、うん、でもなんか割と好きじゃない人もいそうでしょ。そう、わかる。なあ、しっとり系なんだ。でも、もうちょっと凍ればさ、ちょっとハーゲンダッツみたいになるかもしれない。ああ、牛乳を浸しただけでさ、はい、これほどの甘さになるっていうのは確かにね。カステラのその糖分秘め方、うん、それはサイヤ人と同じレベルの秘め方してるよ、ね、ポテンシャルあるなと。だから、まあ、長崎かなりヤバかったんだろうね。だから多分かなり湧いただろうね。確かに、こんな甘いものが来たかと思う。でもね、千の利休は出てこなかったんですよ。いやー、その話、あの部屋から、いやカステラが来ても千の利休は微動だにもしなかったというところがね、動じなかった。そう、歴史的なその背景とあると思いますけど、ね、それがね、
今日は、まあ、牛乳をカステイラにその浸してみたんですけれども、はい、その線の利休は茶室から出てこなかったということで、あなんだかすげえ深い話です。利休さんには結局お茶を濁されたというところで。全然なくないですけど。どうもありがとうございました。笑みを見せてくわよ。どうぞ。